飛竜の猛将木曽義仲が愛する伝説の女主東栄光膳召喚。16歳にして初陣、そして一度も負けることなく18歳で命を絶った悲劇の女武将鶴姫召喚。巴御前、前回は不完全燃焼であっただろう。今宵はお前の力を存分に発揮させてやろう。お前の獲物はもちろん。今宵はお前たちには徹底的に戦ってもらう。影同士よ、影同士により結界を張る。お前たちはこの四角い連闘場から出ることはかなわぬ。どちらかを倒すまでな。それにもう一つ、今宵は体術だけではない。戦場を駆け抜けたお前たちらしい戦いを見せてもらおう。我が呪術によってな。さらにもう一つ、この試合ではお前たちがかつて戦場で得意としていた武器を授けよう。鶴姫、お前には鞭。巴御前、お前には弓を。これでお前たちはこの結界縄の外には出られぬ。またこの結界縄に近づけば、影同士はいかなる攻撃を与えてもよい。鶴姫、特にお前には期待している。なんだ。出だしもよ。おら。言うではないか。連武官。承知。それではこれより今宵最大の試合を始める。戦いの決まりはこれまでと同じ。そしてこの影同士が張る結界により、お前たちはこの連闘場から外に出ることはかなわぬ。この連闘場の中でどちらかが息絶えるまで戦え。万が一この連闘場から外へ出ることがあれば、その時はお前たちは地獄を見、もがき苦しむことであろう。よいな、では参ろう。始め。you
鶴姫、お前たちは我々若い少女家の敵ということだ。それもよかろう。次回は歴史上最強の怨霊と呼ばれた平将門の子孫である。この平良を相手してくれよ。楽しみにしてくれ。どう？最強にして最高の男だ。鶴姫、声、夕顔よ、我と共に戦おう。宝玉の真の像を持つ少女を手に、この地上に閻魔王を呼び起こし、この地上を消し去るのだ。